皆さん、こんにちは。10月9日に2021年12月に死去した神田沙也加さんと、交際していた俳優の前山隆久さんが、YouTube チャンネルと TikTok を開設し、それぞれで約2分の謝罪動画を投稿をし、その内容に波紋が広がっています。今回は、前山隆久さんの炎上、盗撮、音声流出、などについてご紹介します。前山隆久さんは動画の中で、前山隆久です。この度、謝罪をしたいと思い、動画を撮っています。今回の騒動に関して謝罪させてください。と題した動画で冒頭、このように話し出した前山さんは、黒のスーツ、紺色のネクタイを着用し、神妙な面持ちで、まずは先日の舞台の一件で、ご迷惑をおかけしてしまったこと、深くお詫び申し上げます。と、11月7日から予定されていた出演舞台、ある日の通り雨とともに、が上演中止になったことに関して謝罪しました。そして、関係者各位、様々な皆様、そして応援してくださる皆様に、大きな迷惑をかけてしまったことを、深くお詫び申し上げます。と、深々とお辞儀をしました。前山さんは、沙也加さんの訃報直後に、追悼コメントを出すとともに、交際していたことを発表。しかし週刊誌に、交際中に沙也加さんを罵倒していたことなどが報じられ、批判が殺到し、活動休止。そして2022年6月に芸能界を引退しており、11月の舞台は俳優復帰作となるはずでしたが、8月下旬に公開された週刊誌のインタビュー記事の中で、俳優復帰の意向を明かしただけでなく、沙也加さんへの罵倒疑惑を事実と認め、さらにその中で墓参りがしたいと記事を通じて沙也加さんの関係者に呼びかけてもおり、前山さんのファンからはエールが送られた一方、沙也加さんのファンを中心に反感を買うこととなり、復帰舞台を主催する団体の X 公式アカウントには厳しい反応が寄せられる事態になりました。その余波なのか、出演予定だった共演者2人が9月13日に出演辞退を発表し、20日には舞台の上演見送りが発表されました。投稿した動画で前山さんは、この一件も過去の一件も全て自分の責任です。だからこそ全て諦めて、全て終わりにして、楽になってしまった方が良いのかなとも考えました。と苦しんだ胸の内を明かし、けれども生きて頑張りたいなとも思いました。どうせ生きるなら自分の望むことをしようと思いました。と改めて前向きに生きる意欲を表明をし、続けてこうして YouTube を撮っているのも、お芝居を続けたいという一心のもとです。これから YouTube 並びに SNS でお芝居の動画を上げていけたらと思っております。と俳優を続けていく決意を宣言し、皆様、改めまして本当に申し訳ありませんでした。と再び頭を下げ、これから精一杯頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。と締めくくりました。また、動画の説明欄には、私は今の自分に何ができるのかを真剣に考え、今後も努力を重ね、少しでも皆様の信頼を取り戻すために全力で取り組んでまいります。まだまだ未熟で、至らない点が多い私ではありますが、どうか挽回の機会をいただければと思います。と、動画投稿の意図も説明されていた。騒動を謝罪した上で、どうせ生きるなら自分の望むことをしよう。と決意表明をした前山さんですが、しかし、罵倒を事実と認め、沙也加さんはもうこの世にいないことから、この発言に不快感をいただいたファンも少なくなかったようです。X 上ではこんな声が、どうせ生きるなら自分のやりたいことって、一体、どの口が、よくこんなこと言えるよね、まともな神経じゃない。責任を感じているから、どうしたら自分がやりたいことを、やるにつながるのか、理解不能。謝罪と名目してる動画中で、これからお芝居とかの YouTube 始めます。よろしくな。言うの怖すぎる。どうせ生きるなら、その言葉がとても辛いです。と炎上する事態になりました。また、
10日には TikTok に演技動画を投稿したそうで、その動画でも批判の声が集まりました。この日 TikTok に投稿した芝居のテーマは盗撮男。崎山演じる盗撮男がスマホのカメラで写真を撮りながら接近し、エレベーターの中で、ねえ、会ったことあるよね、おい、なんで無視すんの、と相手方に迫るという内容で、初の演技動画の内容が女性への加害を連想させるものだっただけに、神経を疑います、演技に見えない、表情や口調が怖いなどと、コメント欄には批判的意見が寄せられました。そんな前山隆久さんがこのような騒動になったのは、2022年1月に週刊誌によって報じられた音声データが大きな話題となりました。詳しく紹介したいと思います。その音声データには、神田沙也加さんへの衝撃的な暴言が含まれているとされ、世間に大きな衝撃を与えています。前山隆久さんの音声データは2022年1月5日に週刊誌によって報じられました。この音声データは、前山隆久さんと神田沙也加さんが口論している様子を収めたもので、特に問題視されたのは、前山さんが死ねという言葉を何度も発している点です。音声データの主な内容は以下のようなものだと言われています。前山隆久さんが死ねと繰り返し発言、神田沙也加さんが涙声で訴える場面、前山さんが怒鳴り声で死ねよ、もうめんどくせなという、神田さんが死ねって言わないでと懇願する、この音声は前山さんが同棲を決めていたにもかかわらず無断で別のマンションを契約したことをめぐる口論の中で録音されたものだとされています。音声データの流出経緯については、神田沙也加さんが親友に相談していたことから、その親友を通じてリークされた可能性が高いとされています。その親友というのが黒崎真音さんと言われています。2016年、黒崎真音さんは前山隆久さんと舞台アンサンブルスターズオンステージシリーズで共演しており、この舞台での共演を通じて2人は知り合ったとされていますが、その詳細については公にされていません。またその後2019年には、黒崎真音さんと神田沙也加さんはユニットを組んで活動しています。インスタグラムでも2人の仲良さそうな写真が何枚も上がっていました。もしかしたら前山隆久さんに紹介されて、黒崎真音さんと神田沙也加さんは知り合ったのかもしれませんね。出会いの時系列については明らかにされていません。黒崎真音さんは神田沙也加さんの親友として、神田さんと前山さんの関係について知っていた可能性は高いと考えられています。しかし音声データそのものは一般には公開されておらず、文字起こしされた内容のみが出回っている状況です。前山隆久さんと神田沙也加さんの会話の音声データが録音された背景とはどのようなものだったのでしょうか。前山隆久さんと神田沙也加さんは2021年10月初旬に舞台で共演したことをきっかけに交際をスタートさせました。神田さんは結婚を前提とした真剣交際をしていたとされていますが、前山隆久さんには神田沙也加さんとの交際中に元カノである元アイドルの小島美優さんと連絡を取り続けていたという二股疑惑も浮上しており、前山さんは神田さんとの交際を始めた後も小島さんに対して「ええ子、小島美優の方が良かった」という内容のメッセージも送っていたことが報じられました。この事実を神田さんが知ってしまい、二人の関係はさらに悪化しました。小島さんはこの問題について公に謝罪し、前山さんとの関係が完全に終了していることを明言しましたが、二股問題は前山さんのイメージに大きなダメージを与える結果となりました。神田さんと前山さん2人の関係性に関する主な出来事は以下の通りです。2021年12月4日、神田さんが前山さんに元カノとの関係を断つよう誓約書を書かせる。2021年12月16日、札幌で大喧嘩となる。2021年12月18日、神田さんが札幌のホテルから転落し急性
この一連の出来事と音声データの内容が二人の関係性の複雑さと深刻さを物語っていますね。この音声データの流出は前山隆久さんと芸能界全体に大きな影響を与えました。しかし最近の動向からは復帰の意向が感じられます。世間の批判的な声を受け止めながらも、前山さんがどのように再出発を図るのか、その動向に注目が集まっています。いかがでしたか？今回は前山隆久さんの炎上、盗撮、音声流出についてご紹介しました。現在は YouTube チャンネルと TikTok を開設をしているので、今後の動向に期待したいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。